はい、どうもジールです。ということで皆さん、イベントお疲れ様でした。いやー、マジで疲れた。あのさ、ジールの配信合計時間140時間って話します？今回イベントが196?8 時間イベントだったんで、そのうちのもうほぼ何割、7割くらい配信つけっぱなしにしているとか、ちょっと頭のおかしいことをしていたんですがね。まあ、無事ね、称号と順位法を取ることができたんで、今回見ていきましょう。ということで、改めてこちら。今回ですね、順位8位、ポイント1億6000万ポイントを取ることができました。ありがとうございます。本当にね、これに関してはもうイベラン配信中に応援してくださった皆さん、そしてイベランのね、サーバーの方に入ってシフト管理をしてくれた方、ルームに入ってね、お手伝いをしてくださった皆さん、さらにはですね、それ以外にもガヤとしてね、入ってジールさんと話してくださったりとか、あとは時間をね、時速どのくらい出てるかを計算してくれたりとか、そういったもう本当たくさんの多くの皆さんのおかげで撮ることができました。マジでありがとうございました。いやもうありがとうございましたしか出てこないです。ジール本人的に言うと、もう、あー、しんど、疲れた、もうやだ、うわーって感じで、今日この動画撮るまで3時間ぐらいベッドの上でぐだぐだやってたんですけど、まあね、動画撮り始めて、まあ、やっぱ改めてね、思うのは、まあ、ジール自身はすごい疲れたなっていうのはあるんですけど、本当に恵まれた環境だったなっていうのと、皆さんのね、お手伝いのおかげで撮ることができたということで、もう今回はね、ジール一人じゃもう絶対できなかった、順位称号となりますんで、改めて、この場をもってね、視聴者の皆さん、そしてサーバーの方で手伝ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。はい。でね、今回、まあ、ここまで喋ってきたんですけど、これ以外ね、称号が実際に届いたんで、そちらを見たり、あとはね、アイテムの方も見たりしていこうと思います。ってことで、まずは称号の方から見ていきましょう。こちら来ました。フレンド依頼がすごい。今、ジールさんがですね、ボードに乗ってるせいで、フレンド依頼が、すんごい届いてるんですよね。もう見てよ、ここ。400、あ、今も来た。400件もね、来ておりますが、称号ということで、はい、こちらですね。トップ10称号、クリスタル300個、スキルアップ上級5倍ということで、いや、いいですね。受け取っていきましょう。スクショやばすぎー、マジで。はい、ということでね、迷い子の手を引くその先はトップ伝承号です。あとはね、クリスタルとかもね、3000個ということで、1万個くらい欲しいですよね。今回消費したクリスタルが約40万個なんで、1万個くらいちょっと返ってこないかなとか思うんですけど、まあ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 とね。さあ、それで称号をつけていきましょう。称号プロフィールいきますよ、これ。こちらね、イベント称号の、イベント称、イベント、どこ？え、どこ？わかりにく。え、ちょっと待って。え、すごいあれなんだけど、え、なんでメモリアルが上に出てくるの？え、トップ10出してよこれさ、この画面スクショしてさ、自慢できないじゃん。この画面スクショしてもメモリアル称号映るってこと？うそん！プロセカ運営くん？え、そんな、え、そんなことしてる？プロセカ運営くん。ちょっと待てよ。そんなこと書いてある。メモリアル称号、イベントストーリー全開放してるね。称号ね。補填がね、20日にありますよと。え、補填、あ、イベント称号選択の際はランキング称号の獲得済みの場合でもメモリアルが優先的表、バカかよ、はぁ、え、ってことはこれ全部メモリアルになるの？200位称号とか500位称号とか映ってるのに、え、運営くん、うっそん、え、ちょっと、え、運営くん、なんだろう、そういうよくわかんないアップデートするのをやめてもらっていいですか？え、マジで、運営くんさ、カスタムプロフ作れってこと？え、だるー。え、すごい、ごめんなさい。なんか、おめでとう、やったね。嬉しい。イヤホー動画で、なんかすごいマイナスの話をするのもあれですけど、これちょっと良くないですね。運営にお問い合わせでも送りましょうか。まあ、システム的に大変なのかもしれないけど、ちょっとメモリアル称号は、ね、誰でも取れるし、優先度低めなんで、ちょっとそれは、やめていただきたいなとか思いつつも、まあ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 、気分を上げてね、
こちらつけていきましょう。トップ10称号でございます。設定、いやー強すぎるいやこれは強すぎますね。そしてね、ジールさんは赤粒称号もありますんで、ちょっとねこれでルームを作ったらね、もう幸せが見れますよ。これでこうしてこうじゃ来ました。やばすぎる、いやーやばすぎる。真冬赤粒、そしてイベントトップ10称号来たー。いやー最高ですね。これのために頑張った、これのために9ヶ月間ねアイテムと石を貯め続けたんで、いやもう満足でございます。ということで、今回ですね、まあイベランを行った上で、ジールさんが一体何円使ったのか、何時間叩いたのかとかね、皆さん非常に気になると思うんでね、そちら発表していきましょう。まず編成がですね、こちらですね。まあ実際のところちょっとリーダーがミクちゃんで、こんなか、こんな感じのね、編成で叩いておりました。はい。今回がですね、まあクリスタルが動画見ていた人はわかるかなと思うんですけど、もともと40万クリスタルほど、持っていて、41万くらいあったかな。で、それを全部使い切ってはおらず、今残り4万個残ってるんですけど、じゃあね、36万クリスタル使ったかというと、実はそうではありません。ジールがランク開始当時が、376くらいだったんですよね、ランクが。なんで、ランクアップでね、もらえたブーストもありますし、ランクアップでもらえた、ライブドリンクもね、あります。で、さらにですね、このライブボーナスの回復のアイテム欄、今ね、ライブ台が1個あるんですけど、ここにあったものすべてね、消費しました。ここにあったのが大体3万個分くらい。クリスタル、3万くらいかな。今回、絆ランクとかでもかなりの量のライブドリンクもらったんで、それを含めると、まあ、クリスタル換算約3万個分ぐらい。で、さらにですね、イベント期間中もですね、こちら、キャラクターランクのね、上限解放じゃない、キャラクターランクは上限解放してんだけど、リーダー回数をね、稼いだりとか、あとは、衣装をね、プラスアルファで作って、ランク上げて報酬を取ったりとかしていたんで、実際のところね、集まったクリスタル量も含めると、やっぱり今回、40万クリスタル消費したといった形の計算になります。なので、まあ、従来には、40万クリスタルほど必要って言ったところなんですけど、これがただのね、40万クリスタルだけならまだ良かったんですけど、ちょっと見ていただきたいのがね、こちらですね。はい、願いの、思いの準決勝がですね、残り3個、願いのかけらが7970個ということになってるんですけど、こちら願いの、じゃない、なんで願いでも雫じゃないよ、思いなんよ、思いのね、準決勝がですね、約今回30個ほど使っておりますっていうのが、まあ、編成見てもらったらわかるんですけど、みんなマスラン貫突してるんですよね。で、スキルで言うと、まあ、ミクちゃんもスキルレベル貫突、あと、真冬ちゃんが貫突で、エナなんかスキルレベル3ということで、準決勝合計で、37個使ってることになります。まあ、もともとね、ミクちゃんを上げていたっていうのがあったんですけど、それも踏まえての、30個以上なんで、実際のところはもっと使ってる計算になりますよね。準決勝やっぱ37個集めようと思ったら、カラフェスで400から500連ぐらいは最低でも、ガチャを回さないといけないといった形のね、計算になりますんで、全員被りでね。全員被りっていうのが前提で4、500回。まあ、被りが2分の1で発生するとしたら1000連ぐらいね、ガチャを回さないといけないといった、ね、前提でのお話になりますんで、まあ本当に9ヶ月間ですね、去年の12月じゃない、去年の9月の灯火のミラージュイベントから今回のイベランに向け、次の真冬ちゃん箱バナーに向けてね、ずっと準決勝とかクリスタルとかを貯め続けた結果といった形になります。で、あとクリスタルに関してもですね、課金額で言うと実は23万円分の課金で、残りのねクリスタルは約40万あったで、17万クリスタルほどはですね、もうずっと貯め続けたチャレライの方で集めた埋蔵金が7万個ぐらいで、残りに関しては、まあ、プレパスとカラフルパスも買ってはいたんですけど、それでもね毎月貯め続けてきた、クリスタルといった形になります。で、ジルさんで、ね、ガチャ引いてたじゃないですかって言われそうなんですけど、動画でいつもねガチャ引いてるときは基本優勝クリスタルを使ってるんで、毎月1万から2万円くらい課金して、それが毎月全部消費されきるっていうとね形になってたんで、まあ、やっぱ無償分だけでも15万近くはね、集めていたという形になりますんで、本当にちゃんと準備し尽くした結果なんですよね。で、まあ、総合力が33万ほどありまして、エリアアイテムの方もね、かなり、強くなってきました。もうフレンド申請が無限に来ちゃう。
で、エリアアイテムの方はこちらですね。まあ、一応、クールタイプ、今回のイベントのは、カウントさせております。上限突破はできてません。で、他のエリアアイテムもね、まあ、ちょっとほぼほぼカウントに近いんですけど、やっぱ種がね、足りないですね。種今回が、イベント期間中に1200個ぐらい集まったんですけど、まあ、それもね、かなり使っちゃって、今の1400となっております。縦乱しても1000って1000じゃない、縦乱しても種足りないんですよ、未だに。やばくない？で、こっちもこんな感じのレベルになっております。マジで縦乱しても種足りないって頭おかしいのって感じなんですよね。で、あとはこっちのニーゴのね、エリアアイテムの方がですね、こんな感じで、今回願いの雫をね、イベントで集めたのも含めて、願いの雫すべて使い切りました。このナイトコードルームと割れた鏡、この二つに関しては、1ヶ月4500個の思いのかけらで交換できる15個、それを使って交換して、アクアリウムは一番最初にね、5個プレゼントされたやつで、で、あとは、イベントが2回、これまでね、あって、3個交換してて、合計6個あったんで、エナナン乾燥させて、プラス残った1個で、水木ちゃんじゃない、ミクちゃんを上昇させて、一応現在使える準決勝じゃない、願いの雫を使った理論値をね、組んだ形になります。まあ、めちゃめちゃ強いですよね。はい。で、あとはね、アイテムがどのくらい、集まったかということで、まずクリスタルじゃない、コインの方がですね、これですね。これちょっとイベントアイテムを上げたんで、実際はもうちょいあるんですけど、まあ、約1700万個ということで、あとはですね、布の方が、これがちょっと消費した部分もあるんですけど、約布が1万7000個ほど落ちてきましたね。ミラクルチェムに関してはね、正直ちょっとちゃんと数えてなかったんで、覚えてないんですけど、多分6000から7000個くらい落ちていると思います。で、不思議な種も、1200個ほど入手しました。あとはね、スコアがでかいですね。こちら練習用スコアめちゃめちゃ落ちました。一部ね、使った部分もあるんですけど、まあ実際取れた個数としては、17万5000個ほど練習用スコアが取れたといった形になります。ここがなんか一番でかい説ありますね。で、リーダー回数に関してなんですけどね、今回リーダーに関してはミクちゃんをね、ずっと使っており、ミクちゃんがね、リーダー回数ここまで伸びております。プレイ回数に関しては正確にはね、数えてないんで、ざっくり計算になるんですけど、ざっくり計算で300じゃない、3000ですね。3000ちょっと、3100いかないぐらいのね、ライブの回数叩いたっていう計算になりました。いやー、頭おかしいですね、本当にマジで。まあ、稼働時間もね、1日平均が13時間から14時間っていった形で叩いてて、まあ、最終日はですね、ポイント調整したら残り、6、7時間ぐらい叩かなかったっていうのがあったんで、あれなんですけど、まあ、それでもね、合計で稼働時間で言うと、全体の130時間ぐらいは稼働し続けてた形になるんで、やっぱ頭おかしいですね。そしてさらに今回、こちら、交換所の方ですね、バッチ、一部交換した部分があって、はい、願いの雫とかはね、もう編成強化するのに必要だったんで、この辺のキャララン上がったり、編成強化したりね、するのに必要な部分は先にちょっと全部交換しました。それも踏まえた上での、なんだ、上のバッチが今回約1400万、といった形になりますんで、これ全部ね、交換していこうと思います。はい。もう、いつもだったらね、この順に交換した方がいいよみたいなことを配信で喋ったりするんですけど、まあさすがに、もう全部交換できちゃうんで、まあ、個人的なおすすめとしてはですね、やっぱ自分が今足りないアイテム、特に種とかね、布とか、あとは楽曲プレイする人だったらミュージックカードって言ってたんですけど、ミュージックカードはね、今度補填でイベントストーリー、1回読むにつき2個もらえるようになったんで、それでね、過去のイベントストーリーとかも合わせて補填で400個分ぐらいね、なんと配布されるっていうのがあります。まあ、なんで、とてつもない量の、ミュージックカードが集まることになるんで、まあ、今後はね、必要なくなるんじゃないのかなっていうふうに思いますが、まあ、今ね、緊急で欲しいという人は交換した方がいいでしょう。そうじゃない人はね、とりあえずキャラクター優先ですね。キャラクタークリスタル、あとは練習用スコアとかがね、優先の高いですね。で、願いの雫に関しては、本当エンドコンテンツ要素で超ガチ勢向けなんで、今後イベランで、なんか、100以上狙います。うん。今後100ランで、100ラン以上しますって人、もしくは、チャレンジライブガチでやってる人、チャレンジライブでスコアランキングに乗りたいとか、
あとはあのキャラクターランクですね。キャラクターランクガチ勢でキャラクターランク上げたいとかいう人は願いの雫取ればいいんですけど、まあそうじゃない人は願いの雫取らなくていいです。基本的にプロセカユーザーのうちの 99% ぐらいは願いの雫はね今必須アイテムではないんで、進めていってある程度エリアアイテムが完走してきて余裕があったら交換するぐらいでいいと思います。現時点ではね優先的に交換する必要はありません。本当にそんなぐらいあのコスト高いし、恩恵がその超トップ勢向けとなってるんでね、ご注意ください。では残りコインに交換しましょう。すげえ。いや、えぐいですね。はい、ということで、137,970コイン交換。ポチッ。やばい。で、これでちょうどゼロになったね。ヒビがいいの、気持ちいいですね。コインが3000万と、頭おかしいね。全てが最初から最後までちゃんと頭おかしいでございます。あ、こんなもんかな。あとは見せるものはないかな。こんなもんかな。まあ、称号強くなりましたと。あ、あとこれだね、みんなでライブの MVP の回数が8279回になりました。スーパースターが2009回で、まあちょっとよくわかんないですね。 あとはねキャララの方も全体的に今回その石集めも兼ねてキャララン上げしたっていうのと、あとはまあリーダー回数が稼がれたのと、ガチャをね300連回したとかいうのもあってキャララン がねこんな感じになっております。まあやっぱ報酬少ないメンバー、実装数少ないメンバーがキャララン低いのが顕著にわかりますね。カイトさん、ネネちゃんが20で低いし、まああとは21のアキトくんがですね現在、実装数が少ないとかいうのもあるんで、まあわかるなーって感じです。まああとはね、ニーゴの方ではね、かなでちゃんと、まあ、冬ちゃんとエナナ、この3人が、38の S スタンプ持ってるんで、あとはね、みずきちゃんがまだ衣装を作ってないんで、みずきちゃん衣装を作って、あとはリーダー数とか稼ぎつつ、38にね、持っていって、箱、38箱スターをね、狙っていこうかなというふうに思います。あとはチャレンジライブに関してはね、埋蔵金掘りも終わったんで、まふゆちゃんの方頑張って、まふゆちゃんがね、あと1回実装されたら、次の58スタンプですね。58スタンプ取れるように頑張ろうと思います、といった感じですかね。はい。めっちゃ喋ってきて、多分これ動画ね、ほぼ編集せずに上がると思うんで、ちょっと聞き取りづらかったりね、わかりづらかった場所あるかと思うんですが、皆さんね、ここまで見ていただいてありがとうございました。ごめん、最後にもう一個、イベントストーリー、やばいからみんな読めよな。あと、バグのフルも最高やぜ。ということで、今回の、動画はね、こんな感じで、ちょっと雑談ダラダラ動画だったんですが、終わっていこうと思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。